生駒武志、嵐、梅谷真、栗、青山亮、平山、神谷玲子、水瀬美香。人気ライターの動画が見たいなら必勝本 WebTV 無料番組多数配信中。さらにスペシャル会員になれば攻略誌全7種の付録 DVD 動画が月々たった500円で見放題。必勝本で一発検索。どうでした？今日のホテルは。ん？今日のホテルはどうでした？俺いつもほら地方行っても別に寝るだけやからボロくてもいいよね。なんかカプセルホテルでもいいって言ってましたよね。全然いい、マジで。じゃあ次回からカプセルホテルでお願いします。目が笑ってないじゃないですか。いや違うね。急にその始めるのやめてもらっていいかな。街道クラシックの時もいつも言ってるけど、はい、どうします今日。ニコニコ、ニコニコはもうほら何回も来てるからさすがに強めの島はなんとなく見えるやん、はい、台数多いけで今日結構そのなんていうのかな、台数、はい、1台2台じゃなくて3台4台以上の島の機種こう固めて入れるっぽい感じのことを常連さんさっき喋ってて言ってて、いやだからその辺ちょっと狙ってみようかなと思います。じゃあ初代窓マジか窓マジ2いきます。はい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 、はい、俺13番先聞いたんで、はい、全然いけると思います。わかりました。いいですか？え、いやもう、はい、パッとオープニング済まして早くうち行きたい。じゃあなんか意気込みみたいなの一言。今なんか多分意気込みみたいなの言ったよね。もう良くない。頑張りますとかしかないで。あ、けど今日はなんかそれこそ2だったらマジックウェイで500コスとかワールプルで1000円4点台いくと かそういうなんか何か起こしたい。なるほど、うん、起こしたい。もういいですか。はい、狙うよな。いや初代と迷うな、どっちかな。いやじゃあちょっとこっち行こうかな。初代かどっちかがな、ちょっと怪しいやつだな。まあ早い段階でスイカからの赤なのハンスペーからの優勝で単独紫で、直撃ですね、直撃 ARP とはジャクシェからのホムラーゼットで加えてジャクシェの出現です。あんちゃんやねんな、まだまじで。そんな弱いイメージもないし。このレア悪外からの合格以降のチャンス、スメからの合格以降のチャンス。まあ、朝一のその合格挙動を見て変更かどうかっていうのもそのホールによっては使えるんですけど、ここもやっぱ何回も来てるから大体分かるんですよ。マドマキ系は全員理性ですね、間違いないと思う。いや正直俺今移動しようかちょっと悩んでる。まあけど強めな窓2の初代窓マジで強めな芝なんで、このもうちょい様子見ようかな。まあけど正直4台6ならある程度回さなくても分かると思うから、ジャクチェも0回。あー、それよくないね。今んとこ出てないね。まあトータルで90分の1以上ならジャクチェですね。うん、80分の1以上とかね、そこら辺言ってたらちょっと難しいから。
丈夫かな。いやそんな感じですね。ちょっとさ、エアーク背景赤なら背景背景ノーマル。あ、どこか。いやもうこういう設定差のないやつ当たらなあかんねんて。ああ、関わり合いを持つ。焦ってください。今日からです。それ楽ちん届けさせてもらうよ。それは欲張りだ。この魔女は記憶を頼りに他の魔女に詳しい。こういうのをこうスルーとかしてるとね、勝てないから、本当に。あらゆる場所と時代の魔法少女。あーもう出てくる。彼女は世界中のクローバーを通じて君たちの監視をして。大丈夫。乗ればマジックへチャンス、スイカ乗ればワールドチャンス、それよりもやっぱボーナスの比率がどんどん上がるんで、ワールドの場合そこは出てる。出た目標50。
ままの体つき大事やのね。ああ、一応なんか言うからダメだ。これはさあ、ループコエスコイ、ああ、いや、ワルプレ久しくやってへんの俺、久しくやってへんの。まずはワルプレの力でスイカを上乗せよう。 16.7% でいくからね、ワルプレスイカに乗った場合、乗らなかった場合は 1.6%。 ボーナスに関してはいや、マジでしてる気がせえへん。だって3台まだボーナス引いてないから、ちょっとこの芝危うい。まずい、よいしょ、やっくちゃ乗れ、あー乗らない、あ 1.6%、 やけどくっかな。今のワルプラオイス、もうちょっと、あー、このセリフだ、あー、最高、カモジ上、あー、カモジか、ジャクチェだけは抜群にすれば、もう8分の1です。チャッソン、ナイス回、ほらもう、いや、影さん、それはそういうもんですね。どのせい頼む、ボタンって、もう7、謎効果満載、まあ謎じゃない、もう一つ追加情報で、隣がコーナー終了後のセリフ E が出ました。 EF もう設定、あ、いいね、いいセリフじゃないよ、アルファベットで、あ、なんだよ、いいセリフ、なんかざっくりしすぎてるやん、いいセリフ出たよ。あれ、ちょっと、はい、風持ちが進行方向に向き出したよ、追い風ってことですか、はい、ちょっとね、軽く周りが良くなってきたから、そう、あ、なるほど。あと、加えて俺の代がジャックチェがいい、はいはい、今のスイカ低かったかな、ここにいたかな、まあ、道路ちょっと自然のには、結局は最後のキャラや、キャラ、これ以上熱っ、窓の気配を感じる、気をつけて、この目クッと下がる、いや、全然ある、全然ある、よし、これは計画が今回ちょっと微妙やったところのスイカなんですけど、はいはいはい、あ、まあまあ、とりあえず正面ましょう。ちなみにさやかよりマミノが何気に難しいですか、ね、まあ、ベルスどうかな、そうね、さやかのリプレイの方が強いからね、決まりそうな、少女になれたら契約だけ、熱っ、あ、熱っ、何も引いてないからね、さやかマミノ発見で当たるとでかいよ、
若干あるんですね。やっぱジャングルジャングルですよね。ただボーナス1件出るじゃん。俺500ゲームくらい聞いてた。あーもったいない。何やってんの？これは一気に逆風になったね。いやまだよ。ほんまにスコーラスケンでったの。冗談止まらない。あーダメだ。あこれは当たりました。やっとですね。しかもチャンスねえから。え、ケチ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 イエイ。おう、もうこれはもういつもの。いつものこと。でも余計ちょ。だからここにぶら下げなら止まるから。僕と契約して魔法少女になってやる。そうそう止まってた。え、やっぱ止まってた。そうや。いや、キュップじゃねえよ。60ゲームでチャンスメーカーの移植 ART 中 ART が残り25。ただマジックエでこれ伸ばさないと25であっという間終わってます。おお強調いた。おおだすごい。今マジでちょっと斜め揃うちゃうかと思って。どっちも関係ない。なあ早く願い事を聞けるんだ。早く願い。マジクエ3個あるから1個ぐらい跳ねさせたい。そうね。いやけど伸びてくれないっすわ。
ですね。そこが一番大事。おー、ごめん、あー、ボーナス、ボーナス、ボーナス、どうだ、止まれ、あなし、地味に頑張ってる感じやな。ふう、49。感触的にはどうですか？正直そこまで強くない、まあ、今のトップあっても4くらいかな。その6あるかもっていう感じはあんまりしない。魔法上で設定差ないの大事。59ゲーム。どうしちゃ、あ、じゃあ。からの赤コイン、あ、おめでとう。どういうことこれは。4以上の時代とかグッパだったよ。出たやるやるとは聞いたけど、マキさんやっちゃいましたね。けど全体的にそこまで強くないよ。あの都市伝説とかで言われたスイカはなかなか出るぞ。そう、強いのが出ない。 ABCD ばしか出ますね。オムラでいいわ。魔女の気配を感じろ。さあ海外で物語が臭い。おこわー、微妙やな。待て、頼む、行けや。どうした？最高最高。大丈夫？ふやかちゃんはさ、怖くはそりゃあちょっと。おー、スイカ入った。ない、これはない。勝手に出ろよ、ちゃんと。あれ、やば、あれ、勝つパターンしない。嘘やろ。いやー、もったいない。これは流れが悪いですね。今のはもったいない。あ、ちょっと何が狙いだ。あー、弱いか。CZ がだいぶ弱い。まあこの設定差ある部分、そうですね、設定差ない部分でも引いてないんで、ボーナスからボーナス終了からも全然いってないです。魔女の気配の感じ、物語が臭いの。止めよ。行くわよ。5。
そしてお前さん頑張ってくれ。おいおい、兄さんはもう一人ぼっちのおかげで。あらあらら、そしてこれで上がったら熱い。あー熱い。あった、よいしょ。さすが2連続で赤まで行って外すのか。危なかったマジで。はい、はい、ナビ君だ、ナビ当たってない。いや、俺も頑張りたい。いやー伸ばせなかったな。こっち切な。いやちょっと結構じゃ伸ばせなかった。いやなことない、まだある。もう別に大丈夫、もうあるから。いや何してんねん、マジでダメだ、最悪だわ。あー最悪だ。やば、うわやば。80点やね。